すいません、ただいま。こんにちは。ちょっとそんなに長時間はやらないですけど。公演の分のショールームもちょっとできてなかったので。はじめましてってありがとうございます。はじめましてどうも。うわ、トゥンちゃんなんかすごい、クマありがとうございます。トゥンちゃん、クマありがとう。めっちゃ眠たい。こうやって見ると髪色いいね。ありがとう。そう、染めたから。ちょうど休憩だった。お仕事お疲れ様。いつ見てもリップの色好きだって。ありがとう。今日は B アイドルのまだリニューアルされてないバージョンですけど、ほっとかないでレッドのやつです。今日は。あ、ピーノちゃん、クマありがとう。プリキュア新しいのね、始まった。今日から、まあ、まだ見てないけど。見ますよ。まだ見てないけど。うわ、トゥンちゃんまたクマくれてる、2つも。ありがとう、トゥンちゃん。テスト前なのにのんきに千秋楽配信見て爆泣きしてました。うわ、あるあるある。見たいな、見たかったな。いや、行ったんですけど、ちょっと今日は弥生と出かけてて見れなかったんですよ。東京の千秋楽は見たいです。めっちゃもう一回見たいな。ともう一回見たくて仕方ない。ワンピースマジで見たことなくてすいません。ワンダフル初回からハイテンションやった。マジ？まだ見てないな。そう、モデルプレスさんのね、ツインテールの似合う芸能人ランキングみたいなで第7位にランクインさせていただきまして、そう、皆さん投票してくださってありがとうございます。めっちゃ嬉しかったです。びっくりした。まさかランクインするとも思ってなくて、そもそもランクインするとも思ってなかったのに、まさか7位以内に入れるとは。ありがたい、ありがとうございます。投票したよって言ってくださる方もいっぱいいてくださって嬉しいです。ありがとうございます。宝塚って星になるよな。東京宝塚劇場の前通った時、愛がいないがキョロキョロしちゃったって。基本いないっすね。あっちならいる
いるかもだけど、宝塚大劇場の方。いや嬉しかったです。アイピが星組さん行ってた日の11時入ってたの。マジ？アイカもその時間アイカの友達も行ってた。アイピのポニーテールあんまりしないね。あ、マヒルンクマありがとう。あんまりしないね、ポニーテール。しんどいんよね、頭皮弱いからさ、ポニーテールめっちゃ引っ張られるから、とにかく頭が痛くて。足の毛が別に大丈夫ではないけどって感じ。影が薄いかさ、失礼だな。7日入ります。生誕以来、生誕以来すごいな。 1年ぶりとか、ほぼ1年だよね。すごっ、ありがとう、待ってます。自分で投稿してたツインテールの写真可愛かった、ありがとう、嬉しい。個人的にはクマを直接見るのが目標です。頑張ってください頑張ってください。今度髪質改善行ってきます。髪質改善あんまりなんか分かんないんだけど、髪質改善聞いたことはある。アイピさんでもうで落ちるんやなと思いました。そうだよ、私2回オーディション落ちてるから。しかも書類で、書類すら通らんかったからね。来週から看護実習で病棟。うわーマジ、なんか実習って大変って聞く。めっちゃ頑張って、ちゃんと寝れそうだったら寝てね。アイプみたいな子が友達になってくれたら嬉しい。アイカ友達マジいないから。友達になっても多分いいことはないんだと思うよ。友達いないから、少ない、いないことはない、少ない、マジで。中学までは本当にいない。あ、野原しんのすけのくせげさん噛んだ、ごめん。くまありがとうございます。あいかさん憧れなのでオーディション頑張ります。嬉しい、そんなこと言ってもらってありがとう。頑張って、待ってます。一緒に公演出れたらいいね。誕生日当日なんだけど、逃げていいですか。え、どういうことや。コールはアイピです。今日受験めっちゃ頑張りました。マジ、今日受験2月私立。お疲れ様。あ、野原しんのすけのすけさん、もう一回クマくれてありがとうございます。伝わらなくてもらう。どういうこと。誕生日当日やから逃げていいですか、どういうこと
逃げ誕生日逃げられるってことはいか。見てちゃんとね、ほらアイカアイピーに憧れて加入なんて先輩冥利につきますねってカッコでちゃんと振り仮名振ってくれてるんだよ。アイカ呼びはどう思う？どう思うってどういうこと？あ、ランディさん、クマありがとうございます。自分の誕生日と、あーそういうことか。うん、頑張れとしか言えん。頑張れ、それは頑張ってくれ。アイカも去年と2年前と2年連続誕生日当日仕事やったから公演と写メ会のことを仕事仕事っていうタイプ。高2です。3学期の学年末テスト勉強頑張って。愛花の妹と一緒や、同い年、頑張ってください。なんか妹、愛花の妹ってマジでなんか頭いいんですよ。で勉強もめっちゃちゃんとやってるタイプで、でなんかテストのね紙がこの間置いてあって、パッと見たら100点って書いてあって、ほんまにこの子愛花の妹なんかなってちょっと疑っちゃったよね。オタに愛花呼びされるのは、え、別に何でもいいですよ呼び方。これじゃないと嫌とか、これは嫌とか特にないので、何でもいいです。ね、本当にすごいすごいなと思った。お仕事戻りまして、お仕事頑張って、ありがとう来てくれて。私の弟勉強してるとこ見たことなかったの、いつも点数良かった。マジ？それはあれだな、見えないところで努力タイプか、もう天才型タイプか。寒い。なんか最近あったかくなってきたみたいな言うけどさ、え、全然寒くない？全然寒いねんけど、あいか。え、普通に寒いよな。新しいプリキュアまだ見てない。見ます、ちゃんと見るけどまだ見てない。公園行きたいけど一人足勇気出ないです。でも公園来てる方って結構一人で来てる方の方が多くないですか？んな気がする。だから全然そんな一人やからっていうとこは全然気にしなくて大丈夫だと思う。今日から暦の上では春です。マジ絶対嘘でしょ。冬じゃん。2月が一番寒いよ。なんならほら、女の子も一人で毎回参戦してますっていう方もいるし。2日公演初めて行きました。一人でも大丈夫ですよ。ほら
とんどみんなほら一人、みんな一人だよみんな一人だよ、ほらほら全然怖いことないよ。ななこちゃん文章星になりすぎだな。昨日のモバイの静止の部分星星、一回の文章に二つも星が出る。福袋で IP の生写真ゲットしたよ、ありがとう。ネイルかわいい、マジ嬉しい、かわいいよね。でもちょっとここのハートなくなってるけど、こっちにしよう、かわいいでしょ。今月は水色、むしろ一人で来てる人多いよね。ね、本当に一人の人の方が多い気がする。わからんかったらスタッフかそれっぽい人に声かければ何でも教えてくれるはず。教えてくれるよ。最初行った時はめっちゃ緊張した。まあ最初はね緊張するよね。ネイルお揃いしたい、どうぞ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 って言ってわからんよな、なんかこんな感じほら7日目の失敗日、一人出るので一人で行きますって。ネイルの変化に気づく男はモテると聞きました。だそうです。みんな気づきな、モテねえ男はネイルに気づきな、そしたらモテるらしいよ。知らんけど、モテるの基準がわからん。人によるくない？だってタイプとかってさ、みんながかっこいいって言ってるからかっこいいみたいなのも少なからずあるでしょ。知らんけど、ドリアンの衣装でアイピがニーハイ履かずに裸足でサンダル履いてるのびっくりした。え、当たり前じゃない衣装だから。IP の分からんことあっても IP の器持ってる人に聞けば大丈夫だそうですよ。サイリウムを疑われました。マジ？なんかでもあれダメなんだよね、なんかシャワシャワしてるやつ。だから持ってないんか。そうなんじゃない知らんけど、ネイルに気づきな。え、私にならなきゃダメなの？衣装はだって全部指定だよ。自分のアクセサリーつけるとか自分のやつを一切身につけないよ、衣装は。オル発色ライトはダメ。へえ、なんか難しいよな。なんかアイカの友達もさ、一回ゼネンビーが好きとかいうわけじゃないけど、公演来てくれた時に、なんか初めてその来てくれた時にあのペンライト持ってなかったから、なんかシャバシャバのそのやつあのドンキで買って持って行ったら募集されたって言ってた。ネイル変わってないのにネイル変わったって聞いて自爆した。モテねえな。サイリウム持ってたら募集されました。ほらここにもいた。サイリウムを破裂させて液体散らかした人がいたみたい。そうなんだ。危ないもんね、確かに。そうなったら帰り返してくれ。あ、そうなの？じゃあ帰ってきたんかな。シャバシャバダメなんやってらしい。高い祝いの金ブレ持ってくる人もいるけどね。あ、そうなの？あ、でもこの間Bシャイニングビシャイニングというかビシャイニングなんだけど、花組のこの間花組のコンサートがあって、この間
ゆずかれいさんのスペシャルコンサートっていうのがあって、それがペンライトがあったんですよ。珍しいんですよね、宝塚でペンライトっていうのは。そもそもねコンサートでもない限りないんですけど、でそのペンライトをこの間公演の時に持ってきてくれてる人がいて、ちょっとテンション上がった。こっち側めっちゃ同じだと思って、仲間がいると思ってちょっとテンション上がった。預けるか捨てるか聞かれるはず。そうなんだ。うわ、たんちゃんまた熊、ありがとう。ペットボトルは飲んでくれくださいと言われますが、入るときに劇場がくれたやつ。なんか最近さ、なんか配られてるんだよね。なんか飲み物劇場で配られてるって聞いた。もう終わってんのかな。ボディメンテ配ってるね。あ、ほらまだやっぱりもらってるんだ。劇場のさ、その廊下にさ段ボールで大量に置いてあってさ、舞ちゃんとこういうのあろうって言ってた。あ、飲み物今日で配布終了やったんや。ちょうど今日で。アイビー子供好き？普通だよ、普通に好きだよ。子供に限らずシンプルに人間は嫌いだけど。誰かが発注ミス。そんなことある？今日までなんよ。ちょうど今日までなんね。なくなり次第終了って言ってたんだって、1月9日から。漫才劇場の方も配ってる。そうなんだ。段ボールでいっぱい置いてあった劇場の廊下に。寒いな。手がすごい冷たい。冷え性すぎて。ねえ、メンバーの分なかったよ。はじめまして、どうも。ね、なんか番号関係ないんだよね。ランダム席、ランダムらしいから。あ、みーちゃん、クマありがとう。お腹鳴りそうや。すぐ消化されるから行くのか。おい、体が痛い、本当に。ボディメンテがなくてもボディはメンテしてます。大事だね。髪の毛が、スタバ値上げするの？マジ？困っちゃう。めっちゃ飲むのに。あいか、困っちゃう。昨日節分だったけど何かした？あれ、豆まきして。豆まきって言ってももう本当にね、袋から出さずにね、この三角の袋のまま豆片付けも楽だし衛生的だししたのと、
恵方巻きをお箸で食べた。週に何回スタバ飲んでる？その時によるんだけどな、本当に。その時によるから一概に何回とは言えないけど、3、4回ぐらい、大体。ストロベリーラベンダーティーラテ、わかる、美味しいよね。あれか、抹茶ティーラテは最近は。冬はホットじゃないと。カスタマイズしてますね。星出身なんやけど、中学の時招待されて見に行ったことある。宝塚かな、合ってるかな。いいな。高校は行った、その宝塚 系列じゃないけど宝塚系の学校だったから。高校は抹茶ティーラテ、でもなんかホットはさ、そのパウダー増量したらちょっと濃くなるじゃん、めっちゃ。だからホットは増量しないな。フラペチーノだったら増量するけど、あとティーラテ、あのアイスのティーラテはするけど。ただのチャイティーラテのカスタムで焼きそば味になるらしいよ。仮にそうだとしても絶対やらないよね。スタバ慣れてないからカスタマイズ、カスタマイズ、カスタムハードル高い。あれインスタとかでなんかおすすめカスタムみたいな、この画面見せたらできますみたいな見せるといいよ。ホット飲むまでに時間かかるから、アイスなんで。あれホットミルクぬるめにしてくださいって言ったらしてもらえるよ。あれかも、ホットそのまま頼んだら熱くて猫舌だから飲めない。ミルクぬるめにしてもらったらすぐ飲める。チャイティーラテのアーモンドミルクに変更チョコレートソース絶対やらないよ。ハーフって欲しいな。あ、そうなの。あ、もう何でも欲しいになるじゃん。何が欲しいになるか分かんないね。ミルクぬるめできるよ。なんかお子様が飲むぐらい、飲めるぐらいの温度でいいですかみたいなのも聞かれると、聞かれるかも。聞かれたらそれでって言ったらいける。あ、ランディさん、クマありがとうございます。ぬるめもできる、そうなの、助かるよね。いい感じにやっといてって言ったらおすすめでやってくれんかな。でもなんかスタバの店員さんにこのドリンクでおすすめのカスタムとかありますかって言ったらおすすめ教えてくれたりとかしますよ。結構厚めもできるんだって。これ以上厚くなられたら困っちゃうな。厚めもできるんや、すごい。何でもできるね。このドリンクでって言ってくれると思ってたんです。
おすすめのカスタム聞いてなくても教えてくれる店員さんいるよね。いるいる。でもなんか嬉しいよな、その新しく知れたりするから。あいかさん可愛いですね。ありがとうございます。どうも。無料のカスタムは基本を身にしてしまう。まあ無料だったらねやっちゃうよね。この前教えた全クラウドウーロンティーラテのカスタムなんだっけ、ちょっともう一回教えて。前になんか頼んだ時無料でおすすめでなんかトッピングしてくれた。なんだろう、なんか忘れた。グッドタイミングの衣装見て惚れました。マジ、いつのだいぶ前じゃない。ナンバーライティー だいぶ出てない。シロップ多めの中に蜂蜜3周だって。みんなちょっとやったら感想教えて。全グラなんちゃらかんちゃらティーラテにシロップ多めで蜂蜜中に3周だって。誰かそのメモ愛花にちょっと DM、 インスタの DM かなんかで送っといて。全グラなんちゃらティーラテにシロップ多め中に蜂蜜3周。スタバでバイトしたことあります。スタバのバイト、愛花の友達もスタバでバイトしてんねんけどさ、もう何年 ?4 年とかやってるんかな。なんかめっちゃやっぱ大変らしい。愛花大学通ってた時からバイトしてるから4年とか3年4年とか、大学通ってた時はすでにバイトしてた。でも大変らしい、やっぱりめっちゃなんかテストとかもあるらしいし、ドリンクによってそのシロップのプッシュが1プッシュとかなんか半プッシュとかもあるらしくて大変なんやなって。愛花にはできなさそう、覚えれなさそう。そんな、あほらやっぱテストあるんだって。ねえ、作り方覚えるのすごいね、本当に。しかもカスタムとかあるからさ、すごいな。中には髪の毛染めたらしいね。知ってるよ知ってるよとか言って染めるとき連絡来た。大学行ってたんや、知らんかった、ね、言うてもあれほんまに1年の前期しか行ってないからいか、ほぼ行ってないに等しい。そのまま内部進学だったからさ、何だけ払ったんやっけ、入学金免除だったから、とかほんまにあれ1年の前期の本当に通った分しかお金払ってない。そのまま内部進学したから。インスタって最近 DM 送れへんくない、なんかそのストーリーに返信から送ってもらったら、ストーリーに返信するのとかから送ってもらったら見れます。そうなの、ほぼ言ってないに等しいけど。ザでもそのなんか大学のというか高校がさ、そのなんていうの、高校がもうあの中学から上がってくる人とかいたんですよ。でなんかその中学から上がってきた人、内部進学で上がってきた人とかがすごいなんか楽しそうで、めっちゃ入学式やっぱその内部進学同士でやっぱめっちゃ喋ったりとかしてるじゃないですか。でその学校の環境にも慣れてるか、怖いもんなじゃないですか、言うたら3年間通ってるから中学で。でだからその子たちが
盛り上がってるのがすごい羨ましくて楽しそうやなって思っとって、だから大学の入学式、私内部進学だったんで、あのめっちゃそのそれに憧れて内部進学同士でめちゃめちゃ騒いでましたバリスーツのヒールカツカツ鳴らして風に吹かれて歩いてたエスカレーターとお嬢様っぽい、マジでお嬢様学校ですよ、高校というかその学園が、もう学園なんですよ、名前が、正式名称が。いやマジでカツ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 って鳴らして歩い、あの風になびかれながら歩いて、でなんかその入学式、その学校学園全体のテーマソングみたいな曲があったんですよ。でなんかその入学式でその音楽流れて、入学式の退場するときにその音楽流れて、内部進学者のその同じ高校同じ学科で一緒に内部進学していった子たちからと一緒に歌いながら退場していったかしい、超楽しかったな、超なんかもう風になびかれながら歩いてたカツ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 って、内部進学同士で集まって、それだけでも大学行った甲斐あった。いや本当に楽しかったよ、憧れてたちょっとめっちゃ目立ちそう。いやそれな、なんかしかもなんかただでさえ目立つんですよ、アイカが目立つとかじゃなくて、なんかその高校が舞台学科に行ってて、で舞台芸術の学部というか専攻に通ってて、でその人たちと一緒に内部進学したから、だから舞台専攻の生徒めっちゃ目立つんですよ、華やかで、めちゃくちゃ華やかで、いるだけで華やかなんですよ、だからそれだけでめっちゃ目立つのに、あのすごい風になびかれて歌いながら歩いてるから、とんでもなかったでしょうね。いや本当にね、華やか、なんて言ったらいいんやろ、本当にね、私からしたらその子たちもう宝塚の人たちみたいな感じだった、本当舞台学科って数学とかの授業あるの？え、なかった。高1は1年まではあって、で2年になったら舞台の授業が増えて、でその舞台の授業が増える分数学と理科が一切なくなりました、理数が。存分に入学式を満喫したんですね。いやそうなんです、しかもその入学式の日が、あのキュンマートの恋ラブ公演のあの通しリハーサルの日だったんですよ。でも入学式出ないわけにいかないので、通しリハーサル出ずに朝一でリハ行って、でリハ途中抜けして、あのレッスン場でスーツに着替え、入学式用のスーツに着替えて、でリハ途中抜けして入学式行って、で入学式終わってまたレッスン場戻りましたねっていう感じだった、その日は。ちょっと大変でしたね、だからちょっと忙しかった。
それでなんかその入学式の説明、入学式の日に説明会みたいなんで、この日はこの日のテストは来ないとダメみたいな、休んじゃダメなテスト日です、この日、明日2日後とか分からない、忘れた、でも近いうち明日か明後日かぐらいの、ちょっとこの日のテストは休んじゃダメですみたいな、絶対受けないといけないテストですみたいな。でも初日で恋ラブ公演の休むしかなくてみたいな感じのこともありましたね。でもだからそのまま先生にすみません、今芸能のお仕事をしててこの日がちょっと外せないお仕事があってこの日のテスト受けれないんですけどどうしたらいいですかみたいな感じでしたね。ね、初っ端だからタイミングがね悪かったですね、さすがに。その初日とかじゃなかったらね、公演休んでテスト受けてたと思うけど、初日はさ、さすがにさ休めないじゃんっていうことがありましたね。どうしたんやろっけな、テスト後日受けたのか家で受けたのか、何かしらで受けましたね。後日受けたんやっけな、え、覚えてない、家で受けたっけなっていうことがありましたね。何かしらのやり方で受けはしましたけど、そんなこともありまして、懐かしいな。でまあそのまま大学は前期だけ行きましたね。でも本当になんかそのリモートだってほぼまだコロナ禍絶賛真っ只中だったので、家で受けられるもんなの、え、わかんない、ちょっと覚えてないよな、家で受けたか学校で後日受けたか、ちょっとあんまりはっきり覚えてない。でも何かしらで受けた。そうね、コロナ禍だったからほとんど授業とかもリモートで、でもダンスの授業だけそのあったので、ダンスの授業は行ってましたね。だからそれもすごい楽しかった。本当になんかそれこそ本当になんていう、内部進学で一緒にさ舞台芸術から上がった子たちと一緒に受けてたから、ダンスの授業もその子たちと、あとはちょっと知らない外部の子とか一緒だったから、そのしかも研究生の時って結構しんどかったりするからさ、メンタル的にも。だからその授業に行ってみんなに会えて、みんなと一緒にダンスの授業が受けれるっていうのがすごい楽しかった。内部勢の強さよ。いやそうなのよ、しかもさほとんどみんなその宝塚受験してた子たちなのよ、一緒に内部進学した子が。ほとんど宝塚受験してた子たちだからさ、もう華やかで華やかで、ダンスとかも動きもすごい綺麗からさ、楽しかったよ。もう私が誇ってたもん、全然愛花宝塚受験してないのに、なんかもう愛花が誇らしくて、愛花がもう胸張ってたもん。アイドルのダンスとは全然違う、全然違う、本当に。だって自分がそれまで専門的にやってた、専門的にやってたというか高校とかその大学とかでもやってたのが本当にバレエとかジャズとかだから、一切そんなアイドルではしないからさ。アンジュはどうしたの？いや、アンジュは大学行ってないです。あ、ファンダイブトラベルさん、クマありがとうございます。知り合いに有名人いたら自慢したくなるような感じ、そんな感じ分からんけどそんな感じ。もうアイク周りを誇ってるもん。学食ありました、懐かしい、学食行ったな。からマヨ丼とか食べとったな、懐かしい。
なんか全部リモートじゃなくて、リモートが半分以上やけど5回に1回ぐらい、5回に1回とか5回に2回とかもうはちゃんと授業あったんですよ。そうだから対面であったから、終わってみんなで学食でご飯食べたりしてた。楽しかったな。そうなんかね、そのグループとかがなかったにしよ、いやあったけど、グループとかあったけど、もうほとんどないに等しいぐらい、なんかもう全員ちゃんと仲良しだったんですよ。全員仲良しだったから、だからもう高校のこの、ここのグループのこの子、ここのグループのこの子、ここのグループのこの子、この子とかなって、もう普通に全員一緒にいても気を使わずにいられるみたいな感じだったから楽しかった。ちょっと寒い、めっちゃぶつかりもしましたけどね、高校生の時は。みんなやっぱりちゃんと、なんて言うの、そのはっきり自分の意見持ってる子たちがすごい多かったから、だから舞台を作るに作る上でやっぱ意見のぶつかり合いとか喧嘩とかもめっちゃした、話し合いもしたし、でもなんかそういうのもあって、なんか舞台を作、最終的にみんなでちゃんといい舞台が作れたっていうのもすごい良かったなって思いますね。なんかいい高校に行ったなって思います。いい高校に行ったなって思うし、いい友達に出会えたなってめっちゃ思う。今でも仲良くしてるしね、結構。ね、本当。コロナで大変だった、本当に。高校3年生が。ね、せっかくの高校3年生がさ、コロナでめっちゃなくなっちゃったからさ。もう本当に悲しかったね。でもそれはやっぱり最後の年なのに。友達って大事よね。ね、本当友達大事。そんなに高校生活に期待してたの？え、期待してたの？期待してたというか、めっちゃお腹鳴った。やばい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 、びっくりするぐらいお腹鳴った。聞こえた？びっくりした。めっちゃお腹鳴った。消化がとんでもないな。高校生活って期待というか、シンプルに楽しかったですよ。恐ろしいほどお腹鳴ったな。ちょ、恥ずかしい。コロナで修学旅行消えた。うわぁ、修学旅行なくなったんきついな。聞き逃しました。マジ聞こえてない？めっちゃなってんけど。体育祭とか時間短縮なりました。なるよね、やっぱ。そもそもなくなった、愛か。体育祭と文化祭がなくなって、卒業公演もなくなって、卒業公演なくなったのが一番きつかったかも。一番大事な行事だからね、自分たちにとって。聞き逃したのでもう一度お願いします。意外、生理現象なのに。この前高校の友達とドライブしたけど安定すぎて気楽だった。やっぱ楽しいよね、楽だよね。
配信のみで全て中止。配信のみ？どういうこと？体育祭配信されてたってこと？コロナ禍で会社に内緒で劇場に通ってたらバレてクビになりかけました。危なすぎる。危ない。それはそろそろ時間かな。結構時間だよね。そろそろちょっと晩ご飯のお手伝いもしなきゃいけない時間帯だから、そろそろかなって思ってます。またモバメとルームスも今日送ります。あ、もう1時間ぐらいやったんだ。何のか高校の友達と行くね。うわ、ありがとう。何か作るの？別に何かが作るわけじゃないけど、軽くお手伝い。じゃあランキング読みますね。13位あさがさん、ありがとうございます。12位なにわさん、ありがとうございます。11位おずまさん、ありがとうございます。10位つるさん、ありがとうございます。9位ハートさん、ありがとうございます。8位トップティーのおしょうさん、ありがとうございます。7位神戸のクロちゃん、ありがとうございます。6位ファンダイブトラベルさん、ありがとうございます。5位マヒルン、ありがとうございます。4位ピーノちゃん、ありがとうございます。3位みーちゃん、ありがとうございます。2位トゥンちゃん、ありがとうございます。そして1位がランディさん、ありがとうございます。では皆様も良い夜を良き夜を過ごしてください。ありがとうございました。急遽だったのに来てくれて。ではありがとうございました。寒いからね、暖かくして風邪ひかないように気をつけてくださいね。ではさらば、ありがとう。またねー。